おお、もうダメかと思ったけど、ギリギリセーフか。急がないと粒子が消えてしまいます。本当に急ですが、ここでお別れのようですね。カズマ、みんな、短い間だったけど、とっても楽しかった。こっちもだ。異世界転生仲間にも会えたしさ。スバル、そっちの世界でも頑張れよ。おう、お前もこの世界で頑張ってくれ。応戦だったっけ。最後までエミリアを支えてあげるのよ。ああ、短い間だったけど、ありがとな。またいつか。行ってしまいましたね。短い間でしたが、面白い人たちでした。ああ、本当にまたいつか会ってみたいものだな。そうそう、協力してくれたアクシズ教徒たちにご飯をおごる約束をしているの。でも私今手持ちがなくて。ねえカズマさん、お金貸してくれない？はあ？お前この前渡したお小遣いはどうしたんだよ。目が覚めましたか、スバル君。あれ、レム、お前だけか。エミリアタンとパックも無事に帰ってこれたのかな。帰ってこれた？夢でも見ていたのですか、スバル君。夢？いや、そうじゃなくて、みんなででっかいカエルに飲み込まれて。まだ寝ぼけているみたいですね。さっきは驚いたんですよ。庭のお手入れの最中にスバル君が貧血で倒れたから。夢？そっか、夢か。妙にリアルな夢だったな。夢ってどんな夢？うわあ、パック！それにエミリアタンも。倒れたって聞いて心配になって。もう大丈夫なの？ああ、もう大丈夫だ。これからも俺がエミリアタンを支えるからな。支える？急にどうしたの？あれ、なんか誰かに最後までエミリアを支えてあげてって言われたような。まだ寝ぼけてるの？それは夢だよ。夢？そうか、夢か。でも支えたいって思いは夢じゃない。俺はエミリアタンのためにこれからも頑張るぞ。このスバ、この国では野菜